はい、青木です。今日は最初に昨日コメント欄で視聴者の方から質問があったので、その話を、答えて、その後に、チャート分析の方をしていきたいと思います。昨日、NEM をその2月のシンボル配布予定前に購入するべきかという質問があったんですけど、結論から言うと買った方がいいです。この前のチャート分析の動画でも言ったんですけど、NEM とリップルはもう底をついたので上昇の可能性が高いです。で、今から NEM を買っても損はしないと思います。そもそもシンボルトークン付与自体が大きな利益になるので、NEM が爆上げする以外はもうもらわないっていう手はないと思います。リップルのスパークトークンを例に挙げると、スパークトークンが現在価格日本円で10円ほどなので、枚数によってはそれだけで数十万円の利益になります。 NEM のシンボルも FIFA ワールドカップ関連で実際に使われることもあるので、同じように期待していい通貨だと思います。それでは次にチャート分析の方をしていきたいと思います。今日はビットコイン、ネム、IOST、ビットコインキャッシュの4通貨を分析していきたいと思います。まず最初にビットコインのチャートから見ていきたいと思います。ビットコインは今動画撮っている時間が15時頃で、日足が高値34,420ドル、安値が33,000ドル、日足だと下がっているようにも見えるんですが、今の時間で見ると安値切り下げ、高値切り下げ、下落のローソク足ですね。で、結局は1週間ほどこの安値高値の間の動きなんですよね。で、 RSI を見ると54で、かなり拮抗してますね。2時間足で見ると安値は徐々に切り上がってるのが分かりますよね。ビットコインはそろそろ上に大きく動く可能性が高いかなと思います。3時間足、3時間足で見るとこの安値を割らなければさらに大きく上に動いていきますね。下落よりかは4万ドルの、レジスタンスラインに挑戦の可能性が高くなりましたね。ビットコインはまあ上目線でいいと思います。3時間足の MACD を見るとデッドクロスを起こそうとしてるんですよね。で、 RSI が40、まあ、この流れから見るとおそらくデッドクロス自体が騙しの下げになって、ゴールデンクロスからの大きな上昇かなと思いますね。次、 IOST、 IOST は昨日と一昨日の高値安値の間でレンジしてますね。で、 RSI が74、4時間足を見ると結構なんか SNS とかなんか結構悲観的な言葉が並んでたりするんですけど、チャート見る限りではそんな悪くはないんですよね、形状的には。で、これ見ると 1.8 のとこでサポートになってて、長い時間軸の、まあ、これはサポートラインなので、まあ、強力なんですよね。で、この日本円で 1.7 を割らなければそう心配することはないと思います。で、一応今は調整の下落で、リセトラで力を貯めている状態だと見てます。上がるか下がるかというと、昨日言った通り少し横横しながら、このトライアングルだとまあ、2、3日ほどでどちらかに大きく動くと思います。4時間足の RSI が50、まあ、本当に真ん中なんですよね。まあ日本円で 1.7 にタッチしてから上昇かなと思います。仮にそれ落ちても上昇トレンドラインも
存在しているので、IOST はそんな心配することはないと思いますね。次、ビットコインキャッシュ。ビットコインキャッシュは勢いが強いですね。で、この昨日買った人は、いいタイミングで購入できたと思います。昨日が安値切り上げの高値切り上げ上昇のシグナルになってるんですよね。で、そもそもビットコインキャッシュは上昇の勢いが止まってないんですよね。安値切り上げでいってるの で今日も再び大きく昨日のローソク足を超えてきてるので、強い上昇ですね。で、この勢いだと、スラストアップの形で、この直近高値約540円も超えてきそうですね。で、これ超えてきたら大きくビットコインキャッシュは上昇すると思います。で、この直近最高値640が強い、レジスタンスラインなので、ここ付近に来たら警戒しておくといいと思います。なので、ビットコインキャッシュは、まあ、下落のことは今は考えなくていいと思います。最後、ネム。ネムとリップルはこの前言ったように底をついたので、まあ、あまり分析するほどでもないんですよね。日足の高値安値見ると、高値が26、安値が23で、今回ね、一番いいことは昨日の長い上髭を越したっていうその事実を作ったことです。これ結構強いレジスタンスラインになる可能性があると思ったので、で、これ抜けたら次が27円、この27円をブレイクするとまた30円台のレジスタンスラインに挑戦できますね。で、 RSI が55で、 MACD がゴールデンクロスを起こそうとしているので、直近の27円は、まあ、軽く突破してくると見てます。で、 RSI がまあいいですね。55でかなり力を貯めてますね。4時間足を見ると安値切り上げの買いが強くなってるのがよくわかりますよね。で、この前も動画で言った通り、ネムとリップルはもう底をついたので心配ないと思います。はい、今回の動画をまとめると、ビットコインは上昇の勢いが強くて4万ドル超えにチャレンジする可能性が高いです。上目線でいいと思います。 IOST は一度 1.7 円割るか、最悪上昇トレンドラインにタッチしてからの上昇かなと思います。ビットコインキャッシュはスラストアップの強い上昇なので、このまま期待していいと思います。ネムは冒頭言ったようにシンボルトークンの付与もあるので、買い煽りじゃないんですけど、購入してしっかりシンボルトークンをもらっておいた方がいいと思います。チャートは底をついたので、これからはどんどんレジスタンスラインにぶつかっていくと思います。以上、青柳です。